はい、皆さん、こんにちは。政作企画研究所、プロジェクトオリーブ株式会社、ドライユカの中島ユカです。中島ユカのそこまでユカの時間がやってまいりました。今日はですね、えー、昨日、えー、9月の 25日にですね山口紀之さんがですねえ訴えをあの起こされている伊藤しおりさんとですね、えー、山口紀之さんのね、えー、レイプ被害があ,のあったのなかったのというものを題材にして小林義則氏ですね、えー、この方がですねグロい漫画をね、えー、まあ描かれてるんですけど絵の表現があまりにもグロすぎて私あの ででできなない漫画なんですよでそれに対してね裁判をね、あのー、山口さんの方が訴えを起こされているのがですね、まあ、事件番号としてはですね平成30年はの、えー、第398965というね裁判なんですけれども昨日ですね裁判の方がね、えー、ありましたで、えーまあ、被告はねあの小林義則さんとそれからあの小学館 とというところで審議が、ねあのえー、進められていってるわけなんですけどあの一番あの私たちがびっくりしたのは、はいえー、これまで、ね、伊藤詩織さんとの,あの一審判決で、えー、地裁の方ではでは、ねまあ、一応認定されていたはずのです、ね、合意のない性交渉というものこれをです、ねえー、この控訴審でまず一からやり直しと。 いうことがね。あの昨日決定しています。そうなればいいと思ってました。あの、私の中ではですね。法的にそういうあの立て付けはありえないという風うに思われていてもですね。一審からね。裁判のやりやり直ししろよ。みたいなずっとね。あの、それはすごくありました。その上乗せでね。控訴審をするんじゃなくって。 もう最初からもともときちんとしたジャッジがね、下されていない、誰が見たってそういうふうに思える、そういうやっぱり一審判決です。で、えー、そういうあの一審判決以降ですね、まあ、その前後からですけど、まああの、いろんな人がね、ツイッターやあーブログとかで、まあ、あの徹底検証されたり、それからそれを、まあ、ブログにしたり、伊藤さんと、それから山口さんの,そのメールの、 やりとりをね、明確に時間点をね、あの狂わせないであの構築された様々なこれまでのね、あのー、功績に対して私たちはそれを元にあに、のー、何が本当に正しくて何がね、間違っているのかっていうことを勉強させていただく、そういう資料に、ね、なってきていたんですけど、とね、数日前ぐらいからなんですけど、 いろんな保守派のですねまあ団体で、えー、やはり今回のその山口さんのね、あの冤罪というものに対して、非常にあのここのところ、あの共感する人がやっぱり一気に増えて、あの怒涛のようにね、今、流れがもうね変わり始めています私の元にもでにも、ね、YouTube、Facebook、それからまああの音声配信の方こちらからもですね、 あの山勝実行委員会の方にまああの入って、もう山口さん、応援をしたいと、であのやはりね、皆さんのあのご意見をね、メールとかをあの拝見すると、やっぱりおかしいっていうふうに思い始めた人たちがね、あの今、一気に、えー、アクセスをしてこられているなぁと。 いうのがすすごくあります、えー、本来プロ中のプロであるそのジャーナリストである、ね、山口さんの社会生命をねやはりあの殺してなるものかという、まあ、強いですねあのメッセージを本当に頂い,いてましてその中でですね昨日このようなあの、まあ、不同意の,あの性交渉を認定していたその一心をですね覆すかのようにもう一度やり直すと。 いいうよううよなな今流れに裁判所の方はもうなってきてきま,まあこのような流れから山勝実行委員会の公式サイトっていつキックオフですかっていう質問やそれから実際山勝実行委員会ってまあどういうことをね、あのー、して応援していくんですかということを改めていくつかやっぱりご、あのー、質問をちょっとね、えー、いただくようになって。 えー、YouTube でね、少し、あのー、まず配信をね、やはりしておこうというふうに思います。で、えー、私も、それから山勝実行委員会の運営理事たちはですね、あのー、法律のね、プロではありません。そして、えー、今まではですね、あのー、ウェブ上で、えー、いろんな方が、いろんなフェイスブックとか、あのインターネットのサイトでですね、えー、この裁判の、 徹底検証したりあそこがおかしいとかここもおかしいとかっていうやり取りをねあのされてきたんですけどあの時期的にですねもうそういうその検証したりそれから矛盾点をねウェブ上に、えー、公開したりだとかなんかそういうあの作業的なものっていうのはもう私たちがしなくても先人の人たちがやっているみたいな。 もちろん、あの、今後もね、そういう、えー、貴重な、あの、資料、それからまだ、あの、裁判資料今後もね、出てきますし、まあ、私も、あの、できる限り、えー、裁判所の方で、えー、閲覧はね、あの、して、まあ、取材も続けていくつもりではあるんですが、あの、山勝実行委員会のね、今後のですね、えー、ミッションとしては、やはり、あの、裁判の、やはり、傍聴というもの、 これを、えー、リアルタイムにやはりきちんとそのウォッチをしてそして、どのような流れで今、裁判が進行しているかということをやはり、あのー、リアルタイムにその情報を、えー、取ってそしてそれを、あのー、広く、えー、皆様にやはり、あのー、広げていくとその中で山口さんの,です、ね、あの主張がどこまで、えー、正しいものであるのかということを 山勝としてはあ皆さんに、えー、広げていく。そして裁判、傍聴のですね、ボランティアの募集というのをですね、あの必ずこれは、えーまあ、事業計画として入れています。で、えー、傍聴券というのはどうしてもね、あの人数増えると抽選にあのなっていきますので、あのできるだけね、 山口さんの応援する人たちがね、しっかりと、あの、傍聴席の中に入れるように、という工夫をですね、今後、行っていきたいなというふうに今、思っています。で、えー、これだけじゃないんですけれども、あの、まあ、実践部隊という形でね、これはもう本当に東京に裁判所ありますから、どうしても首都圏の,あの方たちの、まあ、実際の応援はね、あの、募集することになろうかなと思うんですが、 ただあのそれだけではなくてね遠隔地にいるあの方でも山口さんを、ね、応援したいというふうに言ってくださってる方が本当にあのここ数日前ぐらいから一気に本当にあの流れ変わって本当にあの増えているということを山勝実行委員会の,、ね、あの代表としては本当に嬉しいと思ってあのいます。 えー、そのような形でですね、まあ、あの昨日の、ねえー、裁判の,あの様子、これね、メディアがやっぱりね、取り上げないんですよ。なので、あの埋もれていきそうになるんでね、じゃあ、もう、ツイッターや、まあ、こういうユーチューブ、それから、まあ、音声配信の方でもねあの、後ほど配信しようかなと思っていますが、可能な限り広げられる、そのような媒体を通して、えー、広げていこうと思っています。 そして、えーまあ、山活実行委員会のねあの、具体的な公式サイトのコンテンツがねそのうちきちんと並んでそして、えー、皆様に URL 等をねお伝えすることがあのできるようにな,るなろうかと思いますのでもう少しだけちょっとねお待ちいただけたらなと思っておりますではまた引き続き、えー、配信していきますので、えー、ご覧になってくださいではまたお会いしましょう